チです。どうも、アスロートコはいと。はい、ということで、皆さん、はい、今日は僕が欲しいものは皆さん、少しもうシンプルです。いつも僕は唐突で皆さん、ジェスチャーあー、うん、やっぱジェスチャーって大事だと思うんですよ。自分の体で表現する人間、絶対持ってる人間の真意だね、まさに。むずい話になってるなだから今日はですね、うん、あの皆さん欲しいものをジェスチャーで表します。あ、何でもいいですか。何でもいいです。食い物でもいいや。値段の条件はワッチャーはまた高くなケーキだから、まあ、とりあえずまあケーキだからだからとりあえず、まあ、自分の欲しいものをカメラの前でジェスチャーして分かった人から買いに行って、片方が当たるまで終われないっていう地獄企画。僕ら金が金が動画とかじゃなくてお金の問題ですということで、早速僕からやっていきたいと思います。いいね。それでは、いきます。それでは僕の今買ってきて欲しいものはこちらです。いや、あ、初動のイメージはついたけど。あ、おー、分かった分かった、ガチで分かった。それでは行ってきます。ちょ、一番最初からもう一回、一番最初から。あ、分かったここに一人で見てくるのは、ちょっと難しいんだけど、まあ、イージーすぎて、もうみんな分かったでしょ、多分、うん、だから俺、ここあえて言わないよ、うん、あえて言わないで、動画で見せます。まあね、ナックのね、手つきといい、まあ、動作といい、まあ、可愛さといい、これはこれだと思ったね。はい、おぉ牛丼眩しい。違う、僕がいただくの。いいじゃあ、自分のために買ってきたんでね食事中だ。お帰ってきました。帰ってきちゃいました。帰って見て見て。それでは、僕が食いたかったものは何ですか。水蔵。水蔵。はいはいはい。で、ぐっと焼いてる感じ。はい。あれから連想できたのはまさにこれだなと。はい。たい焼きですね。いや、惜しいんだよ。っていう僕は、ありがとうございます。まあ、あの様子ですと、おそらくこちらかなと。まあ、たい焼きです。そうです。はい。正解です。ということで、ハイテ君が僕の心を掴んだということで。だって、いや僕はもう、帰ってください。帰ります。ということで、この番です。お、は、うん、あーっ、で、マジシャン。ちょ、もう一回、最初、もっと買ったり、もっと買いまして。なんであいついいの。これやるよ、これ。バットを乗せて。わかんない。バット。乗せて。それが何？え？バック。わかんない。違う。これで全てが終わる。これで全てが分かんなくなる。とパッドがあってパッド。パッドより軽い。プラスチックバット。なんだ、当たっちゃったじゃねえか。はい、ということで次、自分、いいぜ。俺が潰す。俺は潰れる。俺ペッシャンコ。エビカス。ハルク。俺は平たい。平たいよ。平たいよ。俺突っ込む、ストレート。俺は挟まれて。ああ、分かった。行きます。え、鶴。俺を、エビを
釣る、食べる、エビを食べる。サンとエビ、はいはい、行ってきます。ほら、これじゃないですかね。エビフィル。正解です。おー、よかった。終わっちゃったね。うん、もう正解しちゃったしな、俺な。たくんも遅いんで帰ろうと思います。帰ります。フィレを買いました。ということで、ね、早速戻りたいと思います。たくん、お疲れ様です。バイビー。え、いないの。ということで、僕買ってきました。一応エビフィレオです。風を切って走ってゆく希望の街へと。なんでいないの。